中国が例によって領海侵犯を繰り返す。現在の尖閣諸島に何が起きているのか、いつもよりさらに深掘りしてみていきたいと思います。もし石原慎太郎元東京都知事が尖閣諸島を購入していたら、今日の状況は違っていたかもしれません。民主党政権時代の判断ミスが中国の影響を直接受け入れる形となり、問題が複雑化しました。尖閣諸島での中国船の拿捕瞬間を公開した海上保安庁の職員の勇敢な行動も、決して忘れてはならない重要な出来事です。沖縄県知事の選挙を控え、変化が。2024年7月2日から4日にかけて、最大約42時間にわたって、沖縄県尖閣諸島周辺の日本の領海内に、3隻の中国海警局の船舶が侵入しました。海上保安庁からは、今年に入って、通算24度目の領海侵犯と発表されました。今回のケースは、尖閣諸島周辺の日本領海内において、出漁していた日本の民間漁船2隻を追いかけて、中国海警備局の船舶3隻が漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったと推理されています。こうした行いが常態化しているのです。中国海警備局の最近のこうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻1セットで活動していることが多かったため、今回1隻少ない3隻で領海侵犯したというのは、どんな理由があるのかも気になるところです。こうした尖閣諸島周辺の日本領海に、中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では2024年6月24日以来とされており、今年はすでに通算で24度目になっていて、月平均4回、同様の事態を起こしている計算になります。沖縄県の尖閣諸島の周辺海域が管轄エリアである海上保安庁の部署は、沖縄本島に本部がある第11管区海所保安本部ですが、同本部では、引き続き、こうした事態の警戒と監視を続けると表明しています。ここ近年、海上保安庁の活動は、日本国内の大手マスメディアでも、こういった尖閣諸島周海域での中国船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多くなりました。海保が、日本の領土防衛の最前線にいるという感じを受ける人も多いようです。そういった海上保安庁を歴史の上から生い立ちを紐解いてみます。創設されたのは太平洋戦争敗戦から3年後の1948年昭和23年に遡ります。アメリカでは軍隊の一種であるアメリカ合衆国沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されました。現在、海上保安庁は英語での名称はジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊と定着していますが、以前からというわけではなく、2000年まで同組織を管轄していた当時の運輸省が変更して以後からとなります。それまでの海上保安庁の英語名称はジャパンマリタイムセーフティーボードあるいはジャパンマリタイムセーフティーエージェンシーとされていて、これがジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められたものです。英語名称改定の理由は、広く、国民に、海上保安庁の行う業務を分かりやすく理解してもらうことが目的で、同組織のロゴやマークを含めて変更したとためと説明されているようです。世界的標準に合わせたと言うべきでしょうか。さらに、2001年には海上保安庁管轄が、運輸省から国土交通省へと変更されたこともあり、以後、同組織の船舶等には、すべて、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されるようになりました。日本における海上保安庁のあり方は、法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されています。その第一条において、活動領域は、自国の領海、接続水域、排他的経済水域、及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えられています。しかし現在は、実際の海上保安庁法第1条では、海上保安庁の活動範囲は、海上という非常にアバウトな文言が記述されているのみです。日本を取り巻く沿岸部のみに限定せず、必要に応じて世界中で活動することが想定されていると言えましょう。ただし、
海上保安庁が1948年に設立された際、県の第一条は、活動範囲を、港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域と記述とされていたものですが、以後の情勢変化から、現在の表記に改定されたと経緯がありました。一例としては、大型巡視船として、1992年、平成4年に就役した際には、世界で最大規模を誇った直島に課せられた任務とも関わっていて、当時の日本の原子力発電施策を円滑に進める意図がありました。当時、日本は、自国内の原子力発電所で発生した使用済み核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこで、プルトニウムと放射性廃棄物に分離し、保管する体制をとっていました。この状況から見ると、日本では、原発の稼働継続イコールプルトニウムと放射性廃棄物の増加という状態でした。なので、プルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル方式の発電を行うことにしたのです。そのため、日本へプルトニウムを輸送する必要が生じたわけです。ということは、核兵器の材料となり得るプルトニウムを外敵から守る手段を講じる必要が生じました。まず、イギリスからのプルトニウムの輸送のため、同国の貨物船に武装要員を同乗させました。続くフランスからのプルトニウムの輸送には、日本のハレシン丸が従事しましたが、この艦船には、64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上に、さらに、フランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたのです。2011年、平成23年3月11日の大災害による原発事故を目の当たりにすると、そこまでして原発が必要なのかとも思いますけどね。こうした流れから、以後は、日本独自でプルトニウム輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることになりました。ヨーロッパから日本までおよそ2万海里もありますが、保安上の理由から、無寄港で航行可能な船舶が求められたのです。そこで、目的離港のために建造されたのが大型巡視船の敷島でした。総トン数7175トン、全長 150.0 メートル、全幅 16.5 メートル、深さ 9.0 メートルのサイズで、就役時には世界最大の巡視船でした。敷島は、機関部には4機のディーゼルエンジンを搭載し、最大速力25ノット、航続距離18ノット、巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機も運用できました。兵装としては、90口径 35mm の連装機銃を2機、20mm バルカン砲2機を搭載、海上保安庁の巡視船としては、2024年の現在でも、最も重武装な巡視船であると、言えるクラスのものだそうです。こうして建造された巡視船敷島は、就役年の1992年11月、計画通りに、フランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事しましたが、それ以後はプルトニウム輸送が中止されたので、通常の巡視船として運用されることになりました。この初代巡視船敷島は、2024年4月には、老朽化のため退役しています。当初は、改修工事をして、就役年数を伸ばすことも検討されたのですが、32年に及ぶ就役期間を終えました。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局ですが、同組織は、2018年に組織再編を経て、準軍事組織である武装警察管轄下に入ったため、事実上、中国の第二海軍と言うべき位置づけに変化しました。2012年、日本政府が尖閣諸島を国有化した時点では、保有船舶の総数は、海上保安庁がおよそ50隻、中国海警備局がおよそ40隻で日本側がリードしていましたが、今や完全に逆転されてしまいました。2024年時点では、海上保安庁保有の船舶総数は約70隻ですが、中国海警備局船舶の総数は、実に160隻に迫るくらいに増強されていて、この12年間で4倍になったと見られています。ただし、
日本にとって幸いなのは、中国は尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海でも複数の周辺国と軋轢を強めているので、中国海警局の全船舶が日本に向けられたものではないという点でしょう。いずれにせよ、中国が海警局の船舶数をはじめとして体制強化を進めているので、日本側も海上保安庁の船舶数を増さざるを得ません。人員をはじめ、多くのリソース拡充に予算増を強いられる状況に陥っているというのが政府の見方です。日本は次期戦闘機開発に着手していますが、新進のテスト飛行終了後話が二転三転する結末。次々機戦闘機を準国産開発するために、現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している。今回は、その3カ国共同開発での XF9 エンジンが使用されるのか、詳しく深掘りしていきますね。F3 戦闘機開発は、加速され非凡に導入されるのか、F-35 戦闘機でもかなりの開発期間がかかっていますし、やっぱり X-2 新進を量産化して航空自衛隊に導入する方が早いような気がするのは私だけ。新進をちょっと大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかな。タイトルに関するネット上の意見あれこれを紹介したいと思います。残念ながら使われないよ。日本がイギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンで決定。石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるっていうなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システム、フューチャー、コンバット、エアー、システムに統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはず。すでに予算がついているなんて、当然のことを書いてますけど、そりゃ予算はつくでしょうよ。国会を通ったんだから。F3 戦闘機については、エンジンは、ロールス・ロイス社が主管になってるから、日本は、圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるんじゃないか。日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないね。日本向け F3 には、オプションとして、石張が作ったエンジンを乗せるかもね。日本がどうしても国産エンジンじゃなきゃと主張したら、日本用の F3 だけならできるんじゃないかと思います。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょうね。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は蚊帳の外ということになっちゃうんですね。DJ200 のタービン温度が 1550°C という数字はデビュー当時のもの。勝った。って思うけど、そこで喜んでちゃ、お気楽すぎだよ。日本の IHI、石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら即解決じゃん。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーに作らせてみたら、大失敗という低たらく。同じ国として、日本メーカーがその尻を拭くのは当然だろう。ロールス・ロイス社はトレントエンジンでも高圧タービンは手放さなかった。しかも高圧タービンは低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかったよ。ロールス・ロイスは発表していないから具体的温度はわからない。でも EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は EJ200 より出力 30% 割増し。当然、バックには、
ハイスピードなテクノロジーの進歩があるんだろう。1550°C という温度は、1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に叩き出した数字だよ。それから40年も経っているんだけどね。日本製エンジンは使われないでしょう。エンジンは実績が重要。昔よりコンピューターが進化して、今は正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合はたくさんある。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けですよね。予算がついたから国産で、となるとは限りません。今までのように、日本は大金を出して完成品を買うことになるでしょう。もし国産にするのなら入札か随意契約でとなるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。日本製エンジン、当然使われるでしょう。日本では、もう、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事が、すごくいっぱい出るよね。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とか、サッカー代表監督なんかは、代理人が有利な契約ができるようにあることないこと、自分側に、いい情報を流すけど、軍事は動くお金もどでかいせいなんでしょうね。そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされない方がいいです。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで、日本の IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげると、2021年度は、次期、戦闘機用エンジンシステム、その1、で、契約相手は、IHI で、契約金額は158億円。2022年度は、同じく、その2のエンジンシステムで、相手方は、やっぱり、IHI、契約金額は164億円です。これが、次期戦闘機エンジン設計予算から出てるのでちゃんとわかります。IHI が設計したエンジンを次は製造するわけですね。ロールスロイスのエンジンなんて影も形もありませんよ。日本は IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI 以外にどの企業が IHI が設計したエンジンを製造すると言うんですか？イギリスは2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたらいいんじゃないでしょうか。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF9 の段階で摂氏 1800°C 以上を叩き出したんだけど、 EJ200 戦闘機のは摂氏 1550°C くらいじゃないですか。それでどうやったら間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 戦闘機には日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けも、それぞれ自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールスロイス社は自前のエンジンをつけられるなら、やっぱりつけたいでしょうね。となったら、日本のエンジンのライセンス生産にするとか、タービンブレードとか一部のネックになる部分は、日本に作ってもらうかの二択でしょうね。EJ200 のタービン入り口温度って、今は一体何度なんだ？ロールスロイス社は、旅客機用のトレントエンジンでも、爆発事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知らないのかな？解決策として、日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、あんまり知られてないのか。日本の IHI の実証エンジン XF9 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。じゃあ、EJ200 って何度なんですかね。イギリスで2027年に飛行させる実証機を EJ200 たす SG インテークで行うって発表があったからでしょうね。日本は製造しようかととっくに提案してるのに、XF9 系以外のエンジンで一体何があるんですか。イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんですけど。何回も言うけど、EJ260 だって、ドライ8トン、AB13 トンの非力なエンジンじゃないか。次期、戦闘機どうやって飛ばすつもりなんだよ。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やす、ボトルネックなんだってさ。だから、そこが何度まで耐えられるのかって質問なんです。
さっぱり数字で答えが出てこないんですけど。ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールス・ロイス社が作ったものだった。要するに、ロールス・ロイス社が、自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげんたでしょ。だけどそれをごまかしてません。何の印象操作しようとしてるんですか？そんなに一生懸命になって。高圧タービンは手放してませんって言い張るけど、中低圧で不具合出したのに、ロールス・ロイスは自分たちで解決できなかったよね。1550°C ならロールス・ロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理でしょ。全くと言って良いほど情報は出てこないんだけど、XG240 はテストを続けているみたい。一応は、日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらっちゃったのかも。どうしたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだけどね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うだろうから、X240 エンジンにするかもしれないけど。間に合うならねの話だけど。